皆さんこんにちは、古生物チャンネルのラーユです。皆さんはラジャサウルスという恐竜を知っていますでしょうか。自分が前回紹介したマジュンガサウルスとよく似た見た目の恐竜です。マジュンガサウルスをざっと説明すると、白亜紀後期のマダガスカルに生息していた全長8メートル前後の恐竜です。詳しくはこの動画のコメント欄に URL を載っけてるので、ぜひそこから見てみてください。話は戻り、今回はマジュンガサウルスに似ているラジャサウルスについて解説していきます。それでは早速見ていきましょう。ラジャサウルスはアベリサウルス科の中生代の白亜紀後期のインドに生息していた全長約8メートル前後に及ぶ恐竜です。頭頂部に目立つ太い角が1本あり、この特徴はマジュンガサウルスと近似しており、両者が系統的に近い種であることを示唆しています。骨が重く、肋骨は短いとされていて、前肢はほとんど見つかってませんが、他の種類と同様短かったと考えられています。ラジャサウルスの食性。肉食恐竜で、四肢が短く、あまり速く走れなかった可能性があり、動きの遅い。ティタノサウルスのような草食恐竜を襲ったり、死骸を食べていたと考えられています。ラジャサウルスの生息地。かつて海に近い沼地であったことを示す石灰岩内陸であったことを示す川の沈積物の両方から発見されており、広く生息していたと思われています。ラジャサウルスの解説はいかがでしたか？ご視聴いただきありがとうございました。